工業は全員ノリが良くて盛り上がって試合とか望めるチーム、ディフェンスがやっぱり強みっていうのがあって、そこから早い展開で切り替えてオフェンスしてっていうのがやっぱりできれば勝てるチームなんで、しっかりディフェンスからゲーム作って勝ったらいいなと思います。学校の人たちとかやっぱりお父さんお母さんとかみんな毎日県大会頑張れとか言ってくれるんで、その人たちの気持ちに応えられるような試合して勝ちたいと思います。夏休みからずっと走ってたんで、その走りの成果が出て強く守って、そこから速攻につなげるような、チームになってきたと思います。今まで頑張ってきたことをしっかり試合にぶつけられるように、悔いの残らない試合をやってもらえるといいと思います。